はい、黒いクラウンメロンマラソンスタートです。頑張るぞ。はい、エコパーレット大将の登りです。はい、2つ目の坂です。今度はトンネル手前の坂です。5キロ手前の平道過ぎて3度目の坂です。結構これはきついな。5キロ通過、クロスで26分、上りの頂上です。日差しが出てきて半袖です。はい、下ったと思ったらまた上り、4度目の上りです。スピードが落ちる。まだまだです。そんなもん楽ですよね。全然全然です。あと3倍走ればいいだけです。10キロ通過、クロスで51分。ナイスタイム。まだまださあ 3.5、はい、坂も考えて行かないといけないですね。後半はきついですね。ささっとで、まだ今時間早いから風吹いてないんですけど、そうですね、これで11ぐらいになると風がビュービューくるんで。確か去年1号線越えたあたりで風にやられたよね。この開花で最後ですよ。こっから今度エコパの上りなんで。そうですね、はい、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、さあ5度目の坂だ。暑い。茶畑の横の坂を登ってます。11キロ過ぎ。15キロ通過、クロスで1時間16分半ぐらい。今のところ平坦です。ここはまた坂だ。さあ頂上か。すごい高校ダンス部でーす。そして怖い大橋でーす。あれは富士山か。ファイト、頑張ってください。ファイト、
1号線をくぐって、さあもうすぐ20キロ。20キロクロスで1時間43分。この辺はずっと平坦が続きます。海中観点ハーフ通過、クロスで1時間48分。さあ後半の上りをどう耐えるか。次はとりあえず25まで頑張ります。うわ回った、坂だ、きついぞ。はい、さやかの本社工場です。帰りにげんこ3泊食べて帰るぞ。25キロ通過、クロスで2時間12分です。25キロ通過、28キロ手前のこの住宅街が一番きついかも。中盤から後半にかけて今日のはこのとこで。頑張れ、頑張って。サブ4諦めた。28キロ線です。きつい。さあ29キロ手前、またきつい坂です。これはきついな。ちょっと29キロです。また坂だ。これはサードが30キロクロスで2時間41分。残り10キロクロスで2時間53分。残り10キロ。どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、名物団子です。ありがとうございます。頑張ってください。35キロ、クロスで3時間12分。さあサブ4へギリギリだ。39キロ通過、残り3キロ。さあエコパー見えた。最後約2キロぐらい。さあラスト2キロ、ラスボスエコパー、登り坂が待ってるぞ。いけるかサブ4。さあ運動公園の中に入ります。まもなく40キロ。さあ最後試練の坂だ。
時間は3時間41分いけるか。サブ440キロ通過、3時間41分さあ、登るぞ。さあ、残り1キロちょいだ。3時間49分いける。もうちょい。さあ、競技場の中だ。もうちょい。なんとかサーブ4いけそうだ。もうちょい。 いいな、やっぱりボールが、トラックは。さあ、袋井クラブメロマラソン、まもなくゴールです。去年は4時間6分でサブ4を逃した。今年はリベンジ成功。クロスで3時間56分ぐらいか。やったぜ。やったー、サブ4でゴールだはい、ゴールはい、袋井クラブメロンマラソン、サブ4でゴールできました。お疲れ様です